浦野康人君え日本維新の会の浦野康人ですよろしくお願いいたしますえまずはじめに東日本大震災から9年が経ちましたまあ改めまして亡くなられた方々への哀悼にを表しますとともに被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますまた新型コロナウイルスによってお亡くなりになった方々のご冥福をお祈りお祈りするとともに 現在治療に当たられている方々の回復をお願いまして、質疑に入りたいと思います。あの私の地元の大阪でもです、ね、今回の新型コロナウイルスの感染拡大、まあ、一部ではクラスターが疑われる、これは感染症対策本部の基本方針の中でも、おそらく小規模患者クラスターというふうな 表現で言われているものだと思いますけれども、まあ、こういった感染拡大に対する対応というのは、まあ、喫緊の課題となって、まあ、大阪府の吉村知事をトップに、不可の市町村がまあ一体となって、今、対応をしているところです、あの情報の共有などですね、まあ、体制を整えてやっているわけですけれども、 まああのこの中でまあ大阪が得てきたさまざまな知見、うん、そういったものももちろん国の方とも共有をさせていただいているでしょうし、まああのおツイッターなどで、えー、吉村知事自身がですね積極的に発信をしてきたと思います。まあ、れ我々我々まあ日本紙の会もですねこうしたあの現場での知見まあ経験をもとに。 2度にわたり政府に対して提言を行わせていただきました、1回目は1月の23日、2回目は3月の4日です、その提言で,です、ね、主にわれわれが2月の3日ですね、2月の一番最初の提言で行わせていただいた。 まあの新型コロナウイルス感染者、楽観者に対する情報公開、これはですね、その,その当時は、なかなか情報公開されなかったものを、政府の方でいろいろとおまあ考えていただいて、情報をおまあもちろん、風評被害や個人情報の保護に配慮しながら、 まあ、公開をしていただけるように、まああ、前向きに対応していただくことができあのしていただきました、あとそのときに同時に、ですね、えー、感染症の対応に関する政府権限の拡大ですね、まあ、要はあ今あ、今日議題になっております、まあ、あ新型インフルエンザ等と並びになるようなあ対応、政府の権限を拡大し,し,してほしいと。 いう提言も行わせていただいております。で、またあのお出入国の管理ですね。これもあのまあこれも今対応していただいておりますけれどもお、この時点で、えー、まあ指定したああ国地域からの外国人の入国を拒否できるようにまあしてほしいという提言もさせていただいております。で、一番一回目のお時に我々が まあ、あお願いいをさせていただ一番重要な項目はあ、緊急立法協議会の設置でした、まあ、これはあの我が党の遠藤国対委員長がです、ねまあ、議運で提案をさせていただいた、まああまあ、その中で、まあ、それはしないということで、まあ、議運では、えー、ねられたという経緯はありますけれども、まああの、こういったあ与野党関係なくですね、 しっかりと新型コロナウイルスに、この2月の頭で対応をしていたら、もう少し解決できたこともあったんじゃないかというふうにわれわれは考えていますで、3月の4日、2回目の提言でわれわれ、我々まあ、このときもまだあ,ある程度、入国禁止措置がまだできてなかった、まあ、このときは中国全土からの入国禁止措置をすべきだと。 いう提言をもう一度させていただきました、そして医療崩壊を阻止するための措置、これは医療機関と介護施設にマスク等をです、ね、優先的に供給するというお願いです、であと、休業保障、これはフリーランスの方にもということ、これはもう我が党だけでなく、各党からも訴えがありましたし、 にそれに対応するという方向で、えー、政府も考えていただいております。で、まあ我が党の提言をですね踏まえて、えー、まあ真摯に受け止めていただいて、えー、何点か実行していただいたということはまあ手前味噌かもしれませんけども、あの率直に感謝をいたしたいと思います。だやはりあのこの二回目の提言でもお言わせていただいております、大規模イベント等の中止にに関するですね。 保証というのはやはり考えないといけないと思いますが、まあ現時点での政府の対応を聞かせていただけたいと思います。西村大臣、あのこの新型インフルエンザ特措法が改正されてですね、新型コロナウイルス感染症がその対象となった適用対象となった場合にはですね、45条に基づいて。 まさに大規模施設の使用制限とか、イベントの制限停止、こうしたものが、都道府県知事が要請、指示を行うということをできる権限が付与されるわけであります。もちろん、試験を制限するものであるため、第5条がありますので、それは必要最小限なきゃいけないということありますけれども、そしてそのときの損失保障についての考え方でありますけれども、これはですね法体系全体で見ますと、いくつかそういう要請なり指示をした場合に、 ございます土地の使用があったり、今の自粛あの、使用の利用制限があったりですね、いろいろございます。それを体系的にはです、ね、その緊急措置の内容と強制力、それから対象者が被る不利益、こうしたものを総合的に勘案して位置づけられているものというふうに考えております。ですので、あの土地の使用とかですね、 えー、こういったものについてはあの、損失保障の規定がございますけれども、えー、ないものもあるわけでありまして、したがって、そのすべてのものをですね、の補償措置を法律上位置づけるとことは、位置づけることについてはです、ね、これはあの慎重に検討していかなきゃいけないというふうに考えております。ただ、えー、実態的にさまざまな影響が出ることになると思いますし、今この、この時点でですね、政府がさまざまな対応をお願いをしたり、えー、している中で、 中小企業の皆さんの資金繰りが苦しくなったりしているところ、をよく承知をしております、なんとか踏ん張っていただきたいと、そういう思いで昨日も2兆円規模の対応策をまとめたところでありまして、無利子・無担保でお貸しをする、あるいは告知の資金についてはもうすぐに手続き、簡素化して出せるようにしようじゃないか、こういったこと、あるいは既存の債務についても、借金についても返済猶予をしてもらえるように、 民間金融機関等に要請をしていいるところでございますあるいは休みになって休ませなきゃいけない従業員の方々の休業保障についてもです、ね、雇用調整助成金で、これは非正規の方も含めて対応しているところでございまして、そうした対応で、なんとか資金繰りと雇用、これを守れるように、中小企業の事業と雇用を守れるように対応しているところでありますけれども。あの このインフル特措法の対象となって、こうした事態に45条が適用されるような事態になった場合にも、今回の今、対応していることも踏まえて、適切に対応していければというふうに考えているところでございます浦野康人君。 ぜひしっかりと対応していただきたいと思います。でもう一点ですね。あの今,今現在すでに行われている選挙もございます。で、まあこれから選挙を迎える地方の自治体はたくさんございます。でこの中でですね、今。 あまあ例えば選挙活動で言いますと、握手だとか、あと、ミニ集会だとか、そういうものがありますけれども、そういったものも一定、これで制限をまあせざるを得ないことになると思います、そうなった場合、やはりその選挙のまあ公平性といいますか、もちろん現職がも,うもちろん有利になってしまう可能性が出てきます。こういった場合にです、ね 私は選挙の公平性の観点からです、ね、期間を延期する、まあ、期日を延期するとかです、ね、そういったことも考えないといけないんじゃないかと思っているんですけれども、その点についてはいかがでしょうか西村大臣あの。選挙の告示前のような状態で、今ちょうどもう選挙をやっているところもございます、感染拡大に。 防止をうまく、それをちゃんとやりながら、なんとか苦労して、工夫して活動されているんだろうと思いますけれども、選挙の公示前に、公示日前にこういう緊急事態が発出されるようなケースも、ひょっとしては出てくるかもしれません。ただ今回はははここのの特措法の改正案にはそういういとはも あの我々も盛り込んでおりませんし、そもそもインフルと総法にもそういう規定はないわけであります。あの選挙はやはり民主主義の最も根幹をなすものというか、えー、意思保持をする大事な手段でありますので、えー、仮に選挙を適正に取り行うことができないような事態が発生した場合にはですね、これはやっぱり個別法法律を作って対応するというのが基本だという,ふうに思います。私の地元の阪神淡路大震災の時もそうですし、東日本の大震災の時もそうだと思いますので、基本は個別に法律をしっかりと 一方して行うというのは基本だというように考えております浦野保史君それでは時間が参りましたので質問終わりますこれについて本案に対する質疑は終局いたしましたこれより討論に入ります討論の申し出が